で、先生困難なんですけど何か方法ありますかって言ったら、何を考えてんねん君はって言われて、ものすごく怒られたんですよ電話で。治らないものを期待持たせてどないすんねんってものすごく怒られて、そういうことはちゃんと断るのがあの医療人の心やってものすごく怒られたんですよね。だからこういう症状、そう症状の質問する場合はまず教えてほしいのは男か女かで年齢、うん、で、どういう病気をしてきたのかとか既往歴とかで今の現状どうなのかってことですね。でどういう今治療をしているのか、うん、でその人自身をどうしたいのか、歩けるようにするのか痛みを取るのかですね、そういう詳しいあの情報を今も教えておきますから、ちょっとそれはメモしてもらって覚えてほしいんですよ。で大体必要な情報を送ってくれたら私答えられると思います。こういうふうにしてとかで可能だったら、その時にこそこれが役に立つんですよ。こうやってこういう方ですって言って動きは困難ですとか、それ見せてもらうとよりよく分かるんです。それをしてほしいんですよ。今後さっき言ったあのオンラインで勉強というのは、ただ勉強じゃなくて会を作りたいんですよ。そういう勉強会みたいな、でそういう施術来て問題あった人を送ってほしいんですよ。でそこに対してそれをみんなで共有してこういうふうにやっていったら良くなるっていうのが、でまた生徒さんからいやこれをやってみたらどうなんですかっていうのをこう出してもらえるってやつですね。でそれをちゃんと実証していって裏も取っていくっていうか、今後そういうことできてきたら周りのドクターも協力してくると思うんですよ、うん、そういうドクターも増えてますんで、うん、昔はそんなの絶対考えられなかったんですけど、ドクターがそういう我々のやってることを注目してくれてるドクターもいらっしゃるっていうことです。できたら協力してもいいいう人もいるんですよ、うん、でそこに送り込んであげて、例えばレントゲン取ってもらうとか、うん、でその先生がこういうふうにやったらいいとかいうようなアドバイスもいただけるかもしれないですよ、うん、それはやっぱりなかなか個人では難しいんです。だそこでさっきも言いましたけど、私は宣伝制度じゃなくてうちをうまく使ってほしいよ、谷口はこういうことやってるというのにやっぱり関心をやっぱ持っていただけるんですよね。だドクターもやっぱりなんで私と話してくれるかというと、そういうことをやってるのをご存知やからです、うん、で私の知ってるあるドクターでこうずっと臨床をやって手術してるドクターなんか、先生の谷口さんのルートでなんか中国でこういう症状の人を集められないのと、私それをもっと手術して実践したいんですよ、まあ、こういうことですけど、うん、っていうことも期待してもらってるわけですよね、うん、そういう中国とのルートを作ってくれないのとかいうのがあるので、皆さんが何か言ってくれたらそれを私多分聞けると思うんですよ、いろんな方に、うん、そのためにもそういうみんなで勉強で、その言ってもできなかったらダメですよね。聞いてもそれを実践する能力がなければダメなんで、知識がなければわからないんで、やっぱそういうのを勉強していってほしいということですね。そしたらお客さんにも言えるわけですよ。何かあったら先生に聞ける、谷口に聞けるからとか言ってもらって、うん、そういうのをこうしていくとすごく強いなと思うんですね。だからまずはそういう質問ですね、うん、で男性ですか女性ですか。肩麻痺の方は女性で、今は2つの質問ですか。肩麻痺の人と肺気腫の人です、はい、肩麻痺の人は女性、はい、何歳ですか。65か7ぐらいの脳一血かなんかでなったんです ね。いつ頃なったんですか。もう7年前。うん、でどれぐらいの歩き方なんですか今。こうですか。はできあ左麻痺で、うん、こうなって杖歩行はできで割と柔らかブラブラなんですね、うん、で杖歩行はできて、で普段はでも車椅子、移動は車椅子が割とメインなんですけど、うん、あともう一つその病院でどういうことをしてるかなんですよ。リハビリ行かれてるんですか。リハビリで3ヶ月だけその入院運ばれた時に入院でリハビリしたんですけども、あとは何もしてないんですけど。整骨院とかも行ってない。行ってなくて、うん、訪問リハビリとヘルパー、私たちなんですけど、ヘルパーが
リハビリではちょっと周り歩いたりちょっとマッサージされてるぐらいで、あとは一切何もしてない、うん、そうですよね。今までだったらそういう情報だけだったんですよ。だからそのリハビリがどんなやってるかを見たんですよ。そのリハビリのやり方をもうちょっとこうした方がいいんじゃないかなってアドバイスもできると思うんですよ。そこにこれを加えてほしい。でやっぱりそのリハビリでそこでやってるまた同じこと言ってもやらないと思うんですよね、うん、であとその人自身がどう願ってるかなんですよ。その人自身がやっぱりそういう思いを持ってくれてないと、反対にそれが余計なお世話になってくることもあるので、その方がどうなってないのか、でそれとかも話しているのも送ってもらったら、まあ私分かるんで、うん、本当はこの人はこう言ってるけどこうやなって見たら私分かるので、だからそういう場合は言い方があるんですよ、うん、無理くり頑張ろう言っても無理な人もいるんですよ、うん、その聞き方もすごく大事で、うん、それを見せてもらったら、インタビューしても送ってもらったら、あこの人はこういうふうに言ってあげて、こういうふうに言ってくるからその時にこう言ってあげてっていうのがアドバイスできるんですよ、うん、そしたらその人自身もやる気になってくる。でも反対にそこまでやってもあかん反応のない人に、言葉悪いけど一生懸命やる意味はないっていうのもあるんですよ、うん、もうそこはやめられた方がいいですよと、勉強のためにやるのはいいけどもこの人は多分やらないと思うと、うん、そういう判断も必要なんですよ、うん、やっぱ私としてはまあボランティアはまた後から話しますけど、ボランティアはボランティアで、でもやっぱりまずは実利益を上げることをしないといけないので、無駄な、まあ、これは無駄と言ったら怒られるかもしれないですけども、利益のならないものは余裕がないんであったらやってはいけないんですよ。これが難しいところですよ。これから皆さんが本格的にそのただのリラクゼーションじゃなくて、その施術というか治療、まあ、治療と言ってはいけないんですよ、いけないんですけど、そっち方面を目指すんであればそういう勇気も必要なんですよ。私が外科に勤めていた後、自分で独立開業した時に、まあお話したと思いますけども、周りでは行列のできる治療院とか有名やったんですけども、朝の5時半からばあちゃんじいちゃんベーッとうちの前に待って椅子ずっと置いてたんですよね、うん、で近所からクレームぐるぐらいうるさかったんですけども、でその噂を聞いて隣町からある時親子の人が来てですね、車椅子で来たんですよ。で男の子が、若い男の子が乗っていて、お母さんが連れて来られた。で噂を聞いて来たんですって言って、で息子さんは脊髄損傷で下からバイクでひっくり返ったんやったかな、半身麻痺なんですよね、もう半身不随ですね。で連れてきてくれたんですけど、治るわけはないんですよ、うん、でも他行ってもどこ行っても無理や言われたんで、ちょっと来たんですって来て、で歩かれんから担ぎ上げて、息子さん私よりもうちょっと下やったかな、あの時同年代ですよ、でちょっと足こうやって動かしてどうですかって言って、感覚あります、まああるわけないんですけど、分かりませんとか、足こう、まあ一応動くんですけどね、こうやってこうやったら、でお母さんがもう深刻な感じで治りますかねとか言って、で治らないですよ、けどこう私はその姿を見て、ああちょっとやってみましょう、また明日来てくださいって言ったんですよ。でその終わった夜に、私が一時働かせてもらって、うちの私の結婚式も来てくださった外科の先生に電話して、先生こんなんなんですけど何か方法ありますかって言ったら、何を考えてんねん君はって言われて、ものすごい怒られたんですよ電話で。治らないものに期待持たせてどないすんねんって、ものすごい怒られて、そういうことはちゃんと断るのが医療人の心やって、ものすごい怒られたんですよね。で変な期待を持たせてはいかないって言われたんで、次来た時に玄関来られて、バーッて私出て、すいません私何もできません言って昨日はすいませんでしたって謝って、なあその時のお母さんのショックな顔は今も忘れられんですね。そうですよねって言って帰って行きはったんですけどね、うん、やっぱりそういうことがこれからこっちを目指すんであれば、そういう厳しいことも言わない言う覚悟がいるんですよ。簡単に治療とかね、口にできないですよね。だからそういう思いも持ってやらなければならない、そういう時が来るっていうことですね、うん、だからそういうそのためにもまあちゃんと聞くっていうのがすごい重要なんですよ、うん、
まあまあ今ちょうどいい質問してねくださったんで、ちょっと覚えておいてもらったらなと思います。でもそれはやらなければならないし、で自分のでもできる範囲のことを一生懸命やればいいんですよ、うん、けどその人が治りはしないけど肩マッサージしてほしい言うとやってあげますよね、うん、こうやって車椅子乗って肩痛いからね、その時こう一生懸命やってあげるって、それはいいと思うんです。だから自分のできる範囲をちゃんと決めてやるっていうのがこれから我々の仕事かなというふうには思いますね、うん、じゃあその方が今例えばその私は整骨院やってる時に脳卒中の高齢の人をずっとやらせてもらって、3人ぐらいのよくしました。一番よくなったのは遠藤千鶴子さんといって当時65歳で脳卒中の患者さんで来てくれたんですね。一番最初はお父さんが車椅子で連れてきたんです。でゴロゴロで連れてきてくれて、まあ、忙しかったん でその人の姪っ子さんから頼まれたんだな。うちのおばさんがこんなの先生見てもらっていいですか、脳卒中の高齢者でうちできるよって言って、で来てくれてバーって仲やってる時に受付の遠藤さんいらっしゃいましたってご主人と、あ、ほな上がってもらっておいてって言ってゴーンって落としたんですよ。何かなと思ったら、このうちそのやってた整骨院は靴脱いで上がってもらうんですね。ちょっとこう段差があるんですよ。それひっくり返って後ろこけて後ろの扉をゴーンってこの差が上がれなかったんですよ、うん、でえーとか言って、まあ、その時は大事に至らなかった、ひっくり返っただけやったんですけど、で遠藤さんに施術させてもらって、1年目はお父さんがずっと車椅子で連れてきて、で2年目はお父さんが自転車持って自転車の後ろに乗せてこうやってお父さんが歩いて連れてくるようになったんですね、うん、で3年目は遠藤さん自分でこのくるコロコロ押してこれるようになったんです、うん、で4年目で、杖ついてこれるようになったんですよ、うん、で5年目でほぼ杖つかずに歩いてこれるようになったんです。麻痺で、うん、かなりひどかったですよ。5年かかりましたけど、まあ、もちろん病院もかかってらっしゃいましたけど、リハビリはほとんどうちでずっとやってたんですよ。5年かかったけど、で最後もうすぐ喜んでくれはって、姪の、まあ、うちのその甥っ子の子供さんですねの結婚式に出ることできてよかったってもうすぐ喜んでくれてはりましたけどね。やればよくなるんですよ。その回復のしかも麻痺なわけじゃないですか、うん、はい、それがもう今動かない状態、うん、ブラブラの状態ですよ、うん、なりました。その方の症状は今のわからないですけども、遠藤さんはこういう状態です。固まってこういう感じだったんです。こんなやったんです、うん、それが今ではまあスタスタスとはいかないけど、こういう感じで歩けるようになったんです。だって、うん、まあ、もちろん一応年単にずっと強いやつを持ってありますけどね、一応もう本当にもう添える程度で最後歩いてこれるようになったんです、うん、やればよくなる、うん、それはやっぱ経絡まあ、もちろん経絡もいろんなものをやりましたよ、うんうん、電気治療もちろんしましたけど、やっぱり一番はそのマッサージしたりとか、まあ、針も入れていきましたけどね、そのいろいろ私できますから、うん、でプラスやっぱりそういうリハビリもこうやりましたし、うん、運動療法も考えて勉強してやりましたん でそれをやればよくなります。あと住八重子さんと前田雅子さんかで洞口妙子さんいてて、でみんなやってくれたんですけども、一番頑張ってくれたのが遠藤さんなんですよ。雨の日もずっと来て頑張ってやったんで、まあ、土砂降りの日はねひっくり返ったらあかんからコントってとか言いましたけども、まあ、来たらやっぱ良くなるんですよ。けど本人がやっぱ良くなりたいという気持ちがあったんで、我々はずっとそれ応援してきたんで、絶対やらなあかんようにやってくれた。だから気持ちもすごい大事なんですよね、うん、本人も求めてるし、私も何とかしてあげたいなって気持ちがあったんで、よくなられたんですよね、うん、あとはもうテクニックはいろいろあるんで、一番知りたいのはそれどういう状況なのかと、その病院ではどう判断してどういうことやってんのか、でご本人はどう思ってらっしゃるのかですよ。でどれぐらい来てくれるのか、うん、どれぐらい今後ね施術して差し上げることができるのかです。でその方は毎日整骨院の時は毎日来てもらいましたね、うん、それはやり方あるんです。別に毎日はなかなか難しいと思うんですよ。その代わりお家の人にやってもらおうとか、
お医者さんにこれこういう運動やってねとか、ここほぐしてあげてってねとか、手こうやってあげてねとか、いろんなことをやれば方法はいくらでも あると思います。うん、だから肺機種の人とかも膝の人もみんなそうです。どういうことをされてるのか、どういう症状で今病院はもうどう言ってんのかっていうことですね。また反対にそれをそういうのを開示してくれない人とはちょっとお付き合いできないというか難しいですよね。うん、で実際も来てもらうんですから、そのどれぐらいのお金を払ってもらえるのかということも大事なことなんですよ。それによってそのやる方法もやっぱ変わってきますので、うん、でそういうことをこう言ってもらったら方法はあります。うん、まずその事前の情報を詳しく教えてもらえたら、うん、アドバイスはできると思います。はい、やればできます。十分、別に針やらなくてもこういうハンドとかねやって手技療法をやればだんだん良くなってきます。まあ人間は良くなるんですよ。あ、ちょんぎれてない以外、ちょんぎれひわーって伸びてきたりはしませんけどね、トカゲみたいに。